と若干静かにしてる。はい、どうもこんばんは。10分対談、フロムアワーバーでございます。はい、はい、どうも小沢さん、どうもどうも、また対談ありがとうございます。ありがとうございます。プラットフォーム今パーって見てましたけど、読み終わりました？ザクッと、はい、どのショーがなんかちょっと心に染みた感じ、まあ、本当はね、3D プリンターのあたりって言えばいいんでしょうけど、そうね。今はシェアリングエコノミーですかね。はいはいはい。いやでもここに書いてあるシェアリングエコノミーって、はい、実は結構小川さんが前の10分対談で言ってたことの延長線上の話を実はしていて、はい、結局ここで書いてるシェアリングエコノミーちゃんと読んでおめでとうございます。はい、で言ってて、で結局シェアリングエコノミーって、その空いてる部分を効率化するっていう、効率化のネットワークって思われるんだけど、いや実はそうだけじゃなくて、効率化した先に実は人間のウェットなコミュニケーションというのが乗っかりやすくなる場所だよっていう話をしてて、それがなんで小川さんの話っていう話になるかっていうと、いや、やっぱ前回すごく面白かったのが、インターネットがインターネットっぽくなくなったから、アワバー作ったって話してたじゃないですか。本当インターネットっぽくなくなりましたよね。はい、そうなんですよ。だから、いやでも僕は、その今はまだインターネットがインターネットっぽくなくなってる、効率化する中途半端な段階だからと思ってて、だからそれがもう一段階すれば、ほんまにウェットなのがくっつきやすくなる、インターネット的な空間になると思ってるんですよね。だから例えばやっぱアワバーも今みたいに、こんなにこうふらりと来た人がつながっていく空間になるのも多分時間かかったな。りましたね。1年ぐらいは毎日いましたしね、僕は。そうですよね。結局文化作るために多分毎日いろんな細かいことやってたからね。ああ、これやってましたね、本当に。誰が来たとか、誰と誰はつながってんのに一緒に来たことないから連絡してみようとか、はいはいはい、やってました、やってました。そうですよね。だから結局そのコミュニティの中が潤滑に動くためのそのリンク構造を丁寧に作ってたわけですよね。そうですね。なんかそれ多分今のシェアリングエコノミーの代表格の、ウーバーとかね、はい、ジッターとか、はい、あんなでも全部そうやと思うんですけど、結局そのみんながそのお金以外に求めるもの、はい、何かを土台にし始めたプラットフォームって結構生まれてきてる気がしてて、だから例えばそのAirbnb とかもやっぱそこの価値に気づいてて、うん、でその効率化としての Airbnb っていうのが今できたところに、去年そのチーフホスピタリティオフィサーっていう約束を作って、でそのキップコンリーっていう、その人が幸せになるにはどうするかっていう経営をやってる、その全米ナンバーワンのホテルチェーンの顧客満足度、そのスタッフ満足度ナンバーワンの会社の社長をチーフホスピタリティオフィサーに連れてきてるんですよ。やっぱそれはやっぱ手間がかかるもんだって、もう彼らも分かってるからやってるんですよね。それってプラットフォームってそもそもお金を土台にしてるじゃないですか、はいはい、本来、うん、いろんな言い方みんなしますけど、はい、やっぱそこの通貨が初めて成立してるのを、うん、お金じゃないものを土台にしようとしてる以上、そこにそらめっちゃ力かかりますよね。でもお金じゃないものをどう流通するんだ、これがどうマッチングするんだっていうところを作っていかなきゃいけないわけですから。でそれがやっぱり周りから見て分かるものにしていかなきゃいけない。うん、でないとこうプラットフォームの次の世代みたいなのはありえない、はいはいはい、気がしてますね。そうなんですよね。いやだから多分そういうのを僕もっと言語化してた方がいいと思っていて、で例えばその今回シンガポール行って面白かったのが、シンガポールもウーバーってやっぱり自分が持ってる車でそのままその車の空き時間を効率化するネットワークって思ってるんですけども、実はそのことによってやっぱり移民の人たちとかが、生活が困ってる人たちが車が運転できれば言葉が不自由でもできるとか、あとやっぱり今の働きがやっぱりどうしてもライスワーク
できるだけの生活になっちゃって本当にやりたいことができない。でも Uber だったら例えばその音楽家がライブやるときは2週間休める。でも今まではその飲食店でバイトやってるからそのライブ期間になったら辞めなきゃいけなかったけど、ね、それができるようになってる。でじゃあシンガポールで何やってるかっていうのが面白かったのがシンガポールって車持つのにめっちゃ高いんですよ。あ、高いですよね。だから何やったかっていうと、うん、シンガポールは Uber がレンタカー会社と組んでて、で Uber で運転手やりたい人にレンタカーの Uber 用のプランで、いいですよね、そう下の部屋とかしてあげてるんですよね。なんかね、それ僕もなんかいろいろ実験したくて、実はあの去年一昨年かな、あのチョコレっていう、はあ、あれ実は買ってるんですよ。ええ、あそうなんですか。外に今まで言ったことなかったんですけど。初公開。で、はい。そのカフォレ使ってちょっといろいろ試そうかなと秋ぐらいから思っています、はい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 、え、どういう使い方するんですか。いや、本当にそのさっきのシンガポールの話で言うとやっぱ東京で車持つのが痛いでしょ、うん、で、それで一つでも自家用車はい。それよりセカンドカー需要。なるほど、なるほど、なるほど。試したんですよ。はい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 。例えば、うん、そのオープンドットカフォレ、はいはい、だったらオープンカーだけ。だけを選べるとか。キャンピングドットカフォレだったら、うんうんはいはい、キャンピングカー専門とかで、うん、セカンドカーのところのシェアリングを、うん、例えば東京都内だけで1回ドミナントでやってみるとか、うん、それはすごい今試してみたくて。そうなんですよね。だから今面白いのが、やっぱアメリカとかのクラウドソーシングの市場を見てると、明らかにもう、クラウドソーシングっていう土台ができたから、そういう特化したものだけをやっていく市場っていうのは結構できてきてて、クラウドソーシングの市場をベースにして、じゃあ翻訳のところの付き合わせのこうソリューションを提供する会社とか、そのクラウドソーシングっていろんなデザイナーがいるけど、その工程管理するのが大変だから、クラウドソーシングのディレクションをやる人とか、やっぱいろんなものがあって、その中でやっぱ車とかってその効率化だけじゃなくて、やっぱ余剰的な余暇的な利用っていう、そこのエコノミーですよね。で、まあ、ね、北九州でハビットっていうシェアオフィスやってるんですけど、そこは今後、クラウドソーシングで仕事を受ける人は無料なんですよ。おもろい。そので、固定で、そこを使いたいぐらい仕事量がある人からだけ固定付きの料金もらうっていう形で、今ね、試しに、無料で、そのカビットって実は今無料で実験してて、はいはいはい、フリーアドレス無料なんです、うん、本当に場所のシェア、お金関係ない、はい、で、その後、何人ぐらい固定席借りてくれるかなっていうので、コンバージョンで 5% 超えてるんですよ。すごいっすね。カジュアルだから全然可能性としてはあれはまさにプレミアモデルですよね。そうなんですよね。いやだから結局僕も今バリ島オブと住んでますけど、結局シェアエコノミーとかやるときに一番重たいシェアエコノミーって働くと住むなんですよね。だからその住むと働くと働く場所っていうこの3点をセットにしてあげてシェアエコノミーのプラットフォームを用意してあげたら、さっきの Uber の車を持つって行為とその働くって行為をセットで解決するように一気に流動化するところがあって、すごい実はそこを丁寧にやったら、車でもセカンドカーがシェアリングできたら、自分の本当の1台目で本当ちっちゃい、うん、ちっちゃい車でいいんですよ。コンパクトカーでいいはずなんですよ。はいはいはい。そうですよね。それで全然変わります。そうなんですよ。だからもう一個おっしゃる通りで、日常の効率化のためだけにやるものと、本当の自分がやりたいこととか遊びでやりたいことっていうのをポートフォリオを組めるようになってくるんですよね。うん、それすごい大事だな。そうですよね。だからそういうなんか効率化のシェアエコノミーが終わった後の過剰な多様性を楽しむシェアエコノミーと、実はこっちの方がインターネットっぽいんですよね。でそこで趣味の合う人が生きるとか、うん、ホビー領域と、はい、その本当のその仕事みたいなところと、はい、ちょっとこう混ぜたくて、うんうんうん、そこのシェアリングみたいなのは今やりたくて、うん、そういうのをカフォレ買ったり、ハビットで無料プランやったりは
実はこそっとやってたりしますね。相変わらずあれですね、インターネットじゃない場所でインターネットっぽいことやってますよね。ちっちゃいネットワークいっぱい作るんだけど、はい、繋がんない。そうですね。でもそれが繋がることで、その多様な、過剰な新しいものが生まれてくる。めっちゃいい話なんですね。今日はありがとうございました。本当にどうも。じゃあまたアワバで引き続き。どうもでーす。